我が頃もにある神社姫の挿絵神社姫は、江戸時代中期の医師、加藤エイビアンの筆記、我が頃もにある妖怪。人魚に類するものとされ、文政時代の非全国に現れ、これらの流行を予言したと言われる。文政2年4月18日、非全国のある浜辺に、全長2畳の日本核と人の顔を持つ魚のようなものが現れた。それを目撃したものに向かい、 我は、竜宮よりの使者、神社姫である。向こう七年は豊作だが、その後に、コロリという病が流行る。しかし我の写し絵を見ればその難を逃れることができ、さらに長寿を得るだろうと語ったという。同じような絵と文で留伏しているものにアマビコや、マビエなどがある。これらの例も妖怪が現れ、当面の豊作と、自分の写し絵で流行病を逃れることができることを告げたといい。 同種のものと見られている。また神社姫に似たもので、水野明山による異文化遺失によれば、文政初期に、比前平戸に、全長一条後、六尺の竜神の死者、姫魚が現れ、コロリの流行で多くの死者が出ること、自分の写し絵を家門に貼れば、名を逃れられることを予言したという。藤岡屋日記にも、嘉永時代の越後国で人魚が、流行病を予言したとある。 また、江戸後期の随筆、道徳と説では、越中国に、下辺というものが、難病の流行と、自分の絵で難を逃れられることを予言したという話を、挙げて、近年流行の神社姫に似せた創作だろうと、述べられている。このように、妖怪が病気の流行を予言して、自分の写し絵を受付とするよう告げる、伝承の事例は少なくなく、 科学的な治療法の確立していなかった江戸時代の人々にとって流行病が恐ろしい存在であったことと、そうした災いに対して関心が強かったことを裏付けるものと見られており、我が衣もにも実際に多くの家で神社姫の写し絵が重宝されていたという記述がある。そうした人々の心理に付け込み、異形の妖怪の絵を流行病除けの樹符と称して宣伝して売り歩く。 商売人もいたようである。ありがとうございます。